バイ教官か。すごい傷が、ひ、無知で撃たれたみたいな。ひ、どうなってるの。息をしていないようだけど。死んでる。それはまあ生きてないだろう。どうして。ついさっきまでこれ誰だっけ。ウェイ君なのこれ。そんな、まだ知り合ったばかりなのに。悪い夢だと言って。落ち着くのより深呼吸して。じゃあさっきのあのモノローグみたいなのはレイさんのモノローグ。彼の足音がって言ってたし。舞台に手紙が落ちている。で、なんでまたここに戻ってきてんの。これ行動でしょう。ウェイ君の手帳だ。彼は時々これに目を通していた。これを見たら状況がわかるかも。見てみるか。あ、何これ。寺院の占いの詩。宇宙の断りをもって輪を回せ。さすれば道は開かれん。何言ってんだ。わかんねえ。手がかり。あ、これが手がかりか。で、メモ。あ、これは今まで拾ってきた文章か。なるほど、なるほど。それを共有してんのか。この二人で。二人で共有してるっていうか、もうここからはレイさんの情報になっちゃうけど。何があったのこれは。バイ教官の仕業？ウェイ君が実はスパイだったってこと？調べれそうにはないか。でも何かアイテムが使えそうな感じはあるけど。これ鹿のペンダント。ダメか。何もできないのか。じゃあここから出るべき。でも出れないよな。橋は壊れてるし。校舎に戻っても、これは暗くて何も見えない。校舎に戻っても暗くて何も見えない。ああ、なんか明かりを探さなきゃいけないの。この辺のキャンドル拾ったらいいんじゃないの。一個ぐらい。こんな大量に丁寧に彩られているけど、飾り付けられているけど。でもこの感じからして、そういう宗教的な何かの儀式が行われているような気もしなくもないな。単にそういう諜報員を探し出すみたいな、炙り出すみたいな、そういう風潮だけじゃなくて。ろうそくを持っていこう。ここで、これで道を照らせる。で、これは、何もないかな。あ、この上着。カオさんの上着、用務員のおっちゃん。カオさん、ここに、いんのかな、この辺に。で、これはもう何もない。うわっ！これ何？ネズミの死体みたいなのありますけど。で、これは何？メモ読書会。こんなやりとりが書いてある。なあ、生徒を集めて読書会を始めた先生がいるって。禁止されている本を読んでるらしい。本当か。読書会って、勉強するだけの会だと思ってた。何の情報にもなんないような気はするけど、後々になってこれの意味もわかんのかな。で、これはネズミの、ネズミの死体か。道理でこの部屋はひどい匂いがするわけね。ネズミの死体ってね、結構臭いですかね。まあ、ネズミに限らずだと思うけど。昔の勤め先でよくね、夏場に天井裏でネズミが死んでいたんですけど、匂いがすごかったからな。騎手には感心してしまう。学校で一番かっこいい仕事だと思う。でも今となってはこの状況から抜け出したいと願うばかり。どうなってんだ。さっきなかったよな、でもネズミの死体って。で、それが匂いを放ってるっていうことは結構時間が経っているっていうことなんでしょうか。カゴの中はゴミしか入っていない。まあ、ここで調べられるのはもうないか。じゃあどうする。また詰所の方に行けばいいのかな。詰所に行ったら何かある。もう日完全に暮れてると思うけど、こんな山道歩いたら危ないと思うけどな。これ調べれる。これ調べれないか。ボテージュはこの山で有名なご神木だ。こんな時だとむしろおどろおどろしく見える。これはお墓みたいな。なんでここにお墓が。墓石に刻まれた文字は皆削れて消えている。さっきなかったよな、お墓って。あの絵に書いてあったあのシルエットのおっちゃんのお墓なのかな。実はもうなくなっていてみたいな。こんなのいつの間にできたの。これは祠？さっきなかったよな、これも。いくつか神様を祀っているみたいだけど、土地公様以外よくわからない神様ばかりだ。あれ？航路の隣に何かある。はい、行動の鍵。鍵の下に紙が敷いてある。なんだろう。霊に遭遇したら。
祠で拾った児童向けの絵本から聞き取られたもののようだ。霊に出くわしても恐れてはいけない。息を止めて静かに通り過ぎる。これ霊が出るっていうこと、霊とエンカウントする可能性があるっていうこと。これ、うお、なんか聞こえる。ちょ、先行っちゃおう、先行っちゃおう。右側からなんか音が聞こえる。下山する道は消え失せている。ああ、でも詰所には用はないのか。さっきの鍵に用があったっていうこと、うん、行動の鍵って書いてあったけど、もう一個のドアの、あ、インナーなんか食ってんな、キャンドル食ってんな。ろうそくぐらいがいるな。右クリックで息を止める。あ、どういうこと、右クリックで息を止める、どういうこと。息を潜めてやり過ごすことって書いてあったような気するけど、反応したら息を止めればいいのかな。はい、右、息を止める、息を止める、息あれ、息止めれんかったけど今。あ、違うの。反応したら息止めて、ちょっとずつ左に寄せていくとか、どういうこと。これ息を止める、ちょちょし、痛い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 、わかんねえ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 。息を止める、息を止めて待ってたらどっか行ってくれるっていうこと、そういうこと。ずっと食ってるけどな、これ。ろうそくを、ろうそくかこれ、本当に。線香にも見えるな。あ、でも息を止めるっていうのは、うん、ずっとはできないのか。そりゃそうだよ。それはそうか。どういうことだ、息を止めて、あ、息を止めたまま移動すると、こういうことか。これで行き過ぎる、息が切れる前に。なるほど、そういうことか。息を止めるっていうのはスニーク状態で、うん、この状態で進んでしまえば霊には気づかれないと、そういうことか。こわ、普通に霊とかいんのか、うん、でもう一個の扉に入れるようになったのかな。鍵あったけど、鍵手に入れたけど、これこれこれ、これが鍵かかってるっていうことなのかな。はい、調べれる。こんな悪魔早く覚めてよ。どういうこと？鍵をここに、何も起こらない。ここじゃない。あ、じゃあここの、ここが鍵かかってるっていうこと？鍵がか、あ、ここか。こう鍵かかってたのか。この鍵で合っているはず、うん。なんでご丁寧に鍵を閉めて。っていうか、内側から、ん？坑道の底、坑道の、いえ、坑道の外こんな感じだったっけ？なんか、本校舎に似ているような気するけど、シャッターを上げ下げする装置だ。私にはよく仕組みがわからない。別校舎か、一応。下手に触ったら怪我をしそう。塞がれてるもんな。電話が鳴ってるけど左の方で聞こえますけど、こっちの方から調べたいな。この部屋からいろんなものを出し入れしたものだ。あまりいい思い出ではない。何のために。カオさんは時々ここで寝ている。うわ、すごいなこれ。お経か何か書いてんのかな。カオさんの部屋。カオ、ん、ちょっと待って、カオさんの部屋ってことは、これ本校舎？本校舎に異変が起きてるってこと？扉にあるのは何だろう。同郷の魔除けが壁一面を覆うように、扉一面を覆うように書かれているようだ。変ね。鍵はかかっていないのに開かない。何なんだ？私が2年生の時の作文。この掲示板いつから変わっていないのだろう。ん？これ本校舎なのか、別の校舎なのか。ここも閉まってるけど。鍵があるな。ダイヤルロックか。風変わりなダイヤル錠。この変な印の意味がわからないことに開けられない。風水的な、そんな感じのデザインですけど。これは、さっきまでいた校舎に異変が起きているのか、別の校舎なのかがわかんないな。とりあえず電話が鳴ってるから、そっちの方見てみようか。でもここもちゃんと花が一輪だけ残った水仙。辛い日々を過ごしてきたのね。窓は？もうすぐ卒業だけど、校長先生については未だによく知らないことばかり。校長先生は学校で仮面をかぶっているも同然だ。で、この植木鉢は、ここの水仙はもう枯れてそう。もう枯れそう。誰も世話していないのかしら。お花の世話とかしそうな、そういう職員方に見えなかったけど。まあ、バイ先生、バイ教官しか見てないけどな、まだ。こんな時に電話なんて誰からだろう。でも助けを呼べるかもしれない。はい。で、これも調べれそうですけど、本棚だ。歴史、統治、戦争の本が並んでいる。確か校長先生もかつては軍人だったそうだ。ああ、みんな軍人だったんだな。電話鳴ってる。ああ、もう勝手に電話出ちゃったな。ウェイ君は町の人たちに連絡すると言っていたから、その返事かもしれない。今、連絡する前に終わっちゃったけど。
あの意識が途切れたみたいな、フェードアウトしていったのはどっちの意識が途切れたからフェードアウトしたんだろう。まあとりあえず出るか。もしもし、私はスイカ高校の生徒です。校内で人が死んでいるんです。救援をお願いします。もしもし、聞こえますか？ファンさん、歩道室で待っています。あなたは一体何がどうなってるの？今のは誰？どうして私だって分かったの？歩道室は3階だ。うおお、何今の何今ただの嫌がらせただのドッキリ。水墨画だ。学校の近くの風景が書いてある、うん、なんか嫌な感じだな。お仏壇があるけど、これは祈りを捧げる場所。なるほど、セーブポイントなのか、うん、粋なセーブポイントだな。どうかお守りください、うん、書類棚だ。鍵をかけ忘れたのかな。監視リスト、何を監視してるの？ファイルの中は何も入っていない、うん、やっぱりプロローグで言っていたこのリストに見覚えはっていうやつは、そういうスパイをあぶり出すためのリストだったのかな。で、そこにウェイ君の名前もあったみたいな。用務員のカオさん、バイ教官、そして校長。こんなに軍隊関係の職員が多いなんて、どこの学校もそうなのかしら。そういう異様なことなのかな。どうなんでしょうか。じゃあ歩道室、これが元の校舎なんであれば、保健室もなかったよね、1階には、うん、でこっちは教室もすごいな、板で塞がれている、うん、元の校舎に異変が起きてこうなっているんだとしたら、2階にはそういう歩道室みたいなものはなかったから3階にあるっていうことかな。全然中が見えない。一応調べれそうなところは調べてから行きたいと思いますけど、うん、こっち側を通って上に行こうかな。板で塞がれている。ここももう完全に封鎖されてるな。引き戸に有刺鉄線が巻いてある。道具を使えば切れそうだ。そういうワイヤーカッターみたいなのがあるっていうことかな。気柱、紙には気柱と書かれている。ここはウェイ君のクラスだ。じゃあやっぱり同じ校舎で異変が起きてこうなってしまっているっていうことっぽいですね。で、なんか変わってんな。自ら多福を求むべし。誰が書いたのだろう。まあこれは霊的な力なのか何なのか、そういう教官たちの仕業なのか。ここがウェイ君の席ね。机に何か書いてある。翼を鍛えよ、どこまでも飛べ意識高ウェイ君、いい子だったのにこんなことになるなんて、うん、まあでも現に霊が出てきているっていうことは、そういう教官たち、そういう人間による仕業っていう感じではでもないような気がするけどな。バイ教官が配っていたプリントだ。賭博禁止、うん、校内でのあらゆる賭博行為を禁じるお達しのようだ。違反した者は退学処分、うん、なるほど、まあ、それは今の時代でも変わんないと思うけど、うん、なるほどね。まあそのバイ教官をめちゃくちゃ人殺ししていたみたいな話があったので、うん、ここはリフレッシュできる場所だったけど、今気味が悪いだけね。これは洗面台にペンチが入ってる。これであれ切れるじゃん、有刺鉄線。ちゃんと切るのもついてるな。頭が痛い。ひどい顔してる。どうしてウェイ君はあんな死に方を。バイ教官でしょう。私もああなるのかしら。白鹿よ、どうか悪い夢だと言ってください。やっぱこれ、お守り的な何かなのかな、このペンダントは。忘れたの？それとも何思い出すのが怖いの？何今の？今のは誰？いや、今の自分でしょ。自分だろうけど自分だけど何が起きてんの？じゃないの。鍵がかかっている。誰も入っていないと思うけど、うん、扉は染みで覆われている。かびているのかしら。すごいな、汚らしい。どうしたらこんなになるの？これは元からこうなの？トイレは中から何かが腐ったような匂いがする。ここ開けたくない。いやダメだそれはダメなもんが入ってるだろ。ここ流し台が赤黒く汚れている。管が何かで詰まっている。こんなところに最後なんで？ここで賭博していたのさっきのここでチンチロリンやってたの？どういう趣よそれは
このトイレは元からこうなの、それとも異変によってここまで汚れたっていうこと。汚れに関してはなんか 元の雰囲気と変わんないというか、あ、なんか道塞がれてんな。木片の山が道を塞いでいる。教室の机と椅子がバラバラになって積み上がっているのだろうか、うん、じゃあこっち側の階段からはいけないっていうことか。なんか声聞こえんだよな、さっきから。ああ、ちょ、息を殺せない、息殺せない。ちょ、積んだ、はい、入って。積んだな、今。危な。もうちょっと右に行ってたら本当に終わってたかもしんない。これ体力っていう概念あんの？どこで見れるの、体力は。さすがに何回もダメージ受けてゲームオーバーにならないことなんてないと思うんですけど、もう見つかったら息を殺すっていうの使えないのか。うん、そうっぽいな。最初遭遇した時もそうだったし、っていうことは見つかる前にもう息を殺している状態、息を止めている状態にしないといけないのか。っていうかあいつ瞬間ちょ危ねえ。なんかあいつ瞬間移動してきたように見えたんですけどね。もう直前でギリギリで息を殺して、ほら こわ。ちょ同じ方向行っちゃダメ、同じ方向行っちゃダメ。むず。ちょむず。一回息を整えよう、うん、できる限り引き寄せてから息止めた方がいいな。でも引き寄せすぎるとあいつ急激に瞬歩使ってくるから。あれ、どこ行った、もうちょっと行ける、あ、いるな。この辺でもう息止めちゃえ。スワッと、ほら、スワッと行くから。あれがこう、急に回り詰められると対処できない。あ、結構一筋縄じゃ、いかなそうだな。で、ペンチ手に入れたんだよな。これ切れる？引き戸に有刺鉄線が巻いてある。はいはいはい。あ、ドラッグ&ドロップね。はいはいはい、こうね。有刺鉄線を切ろう。これでここに入れるようになったけど、その補導室っていうところ、この奥にあんのかな？あ、保健室ここにある。そりゃそうだな。保健室3階にあったら、うん。あー、そしてセーブポイントだ。うん。